はい、こんにちは。愛媛FCの挑戦2回目をやっていきたいと思います。今日は地元開幕戦になります。前回ちょっとアウェーだったとはいえ不甲斐ない試合をしてしまいましたので、今日は気合を入れて頑張っていきたいと思います。ただ気合を入れても勝てるかどうかは分かりません。ラインナップです。今回は水戸ホーリーフォック戦ということで、大選手はフルスになるんですかね。センターバックに入ってもらいました。どちらなのか、リアルの方のシステムでは 3-4-3 でやってると思うんですが、このゲームだとですね 3-4-3 はなかなかうまくいかないので 4-2-3-1 に変えてやっております。そろそろ試合が始まります。川原選手、堀込選手プラス原川選手ということで、強烈な2列目でやってみたいと思います。 J リーグディビジョン2第2節、愛媛 FC 対水戸ホーリーホック。解説七海さん、北澤さん、実況はジョン・カビラでお届けしてまいります。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これをインターセプト、これは取られます。ここから組み立てていきます。インターセプト、さあ誰に出すのか。ここで取られました。小屋のカウンターを仕掛けていきます。ファールになります。ちょっとね、気持ちが強すぎましたよね。いやー、カードじゃないでしょ今のは。そんな大した接触には見えなかったんですが、イエローが出てしまいました。ちょっと距離ありますよね。シュートは枠には飛びませんでした。今のはさすがに遠かったんじゃないでしょうかね。キム・ミンジェ、ナイスカットですね。前を向けるか、内だ。いいチェックでしょうね。さあどう攻めるか。これは奪われました。奪ってからのショートカウンターが早いですよね。カット、さあどこへ出すのか。ちょっと孤立してますよね。いやー、キープ力ありますね。奪われました。ボールはクリア、奪います。ゲーム序盤、ここまでは両チーム得点。川原選手と原川選手が詰めました。ナイス。弾いたボールきっちりと押し込みました。絶好のポジショニングでしたよね。キーパーが弾いた。川原選手のシュート良かったですね。弾いたところを原川選手。今シーズン初ゴール。えなり君シュートですね。素晴らしい。さあ愛媛1対0先制しています。得点直後の気の緩みっていうものがありますから、まずこのリスタート後のボール、これをきっちり押さえてリズムを作っていきたいですね。そうですね、よく取りましたね。村上、堀込、江口、原川、先ほどゴールを決めている。
縦にボールをつないでいきます。んチャンス、どうだ、シュート、セーダー、あーよく触った、惜しかったですね。これはファインセーブです。よく守りましたね、ゴールキーパー、キーパーすごいですね。これ前半最初のコーナーキック、大梅選手のキック、これはクリアします。来ましたよ、来ましたよ、村上選手、どうした攻めを見せるのか、決死のクリア、決められない、いやーキーパーナイスセーブでしたね。あ、これこれカウンターですね、ちょっと危ないですよ、ボールが抜ける、いい展開ですね、当たります、いやこれはちょっと待ってよ、シュート、ゴール、うわ、ミートが追いつきます。やられてしまいました。最後はキーパーと勝負という場面でしたね。落ち着いてよくキーパーが見えてますよね。フリーにしてしまいましたね。これオフサイドはなかったみたいですね。今シーズン2ゴール目です。いやいや、これからです。さあ水戸、ここで追いついています。やはり状況変わったんで、勝ちに行くのか守りに行くのか、ここを戦略的に言うと大きなポイントになってきますよね。なるほど、このパスはつながりませんでした。ここは通りません。川原、ここはディフェンスです。小沢、船谷、内田、小沢、スルーパス、江口、原川、ここまでのところ同点です。1対1、江口、吉村、よく戻ってきましたね。オープンなゾーンだ。江口、原川、川原、いいパスですね。いい展開ですよこれ。さあ上げられるか、川原選手から、ヘッド、原、こぼれてますよ。うん、さらに前に行きたい。うん、またカウンターちょっと危ないですね。スルーパス、よし、ボールを奪います。いやいや、うわ、ナイスクリア。コーナーキックです。コーナーは、フォローいいですね。打ちますよ、多分。よしよし。大きく外れます。しかし危ないシーンでした。ディフェンダーが揃った状態でしたからね。はい、もうちょっと早くサポートしていかないと崩していくのは難しいと思いますね。なるほど。村上。あ、お、これは繋がれば繋がりません。前を向けるか。ここで前半の終わりを告げる笛がスタジアムに、前半終了して、1対1の同点です。好ゲームです。1対1の同点で前半終わりました。まあまあ、ここからですね。まあ、後半もお互い一つ一つのプレーを大切にしながらチャンスを生かしていくという戦い方でいいと思いますよ。そうですね。システムを変更してくるのか、それとも選手交代はあるのか。ここまでお互いに1点ずつ譲り合い、後半を迎えます。さあ、ご覧のように後半スタートしています。しかしこれは笛です。いや、これの方がイエローでしょう。
ムミンジェ、川原、このボールはつながりません。うん、魂が流れてきました。勝負時ですね。赤選手、青を狙っていきましたが、これは通りませんでした。受けていれば大チャンスというところでしたが、これはちょっと危ないぞ。惜しくも奪われました。堀上選手から荒川選手、カット、入ってきましたね。ここはキープしたいですよね。さあ誰に出すのか。ここからラインの裏ですね。ボールがつながらない。いいパス出ましたよ。来ました、渡辺選手。このゴールで勝ち越し、スタメンの期待に、応えてくれました。決まりました。焦らずにね、シーターヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。西田選手がちょっと調子悪かったので、渡辺選手先発が、うまくいきましたね。このアドバンテージをどう生かしてくるんでしょうか。どのような攻めを見せるのでしょうか。ここで奪われました。いい形ですね。スペースを狙ってきます。おー、いい形ですね。ダビンナイ、いやー、しかしキーパーよく止めましたね。川原選手走る。後半の17分が過ぎたところです。キムミンジェ、いいとこ取った。さあ誰がいるのか。クロスを選択。ちょっと浮かしましたか。素晴らしいポジショニングでした。うまく合わせた、いい攻撃でしたね、はい、ドリブルで駆け上がってのクロス、精度も良かったですし、サイドを効果的に使えてますよね。そうですね、秘密兵器を出したいと思います。近藤寛太選手、先日の蒲田回り讃岐戦で、見事ゴールを挙げました。まあ、これはリアルの話ですけど、秘密兵器、愛媛FCユース出身の生え抜きです。さあパスを受けて、オフサイドか。オフサイドに上がりましたけど、直前のダイレクトパスは見事でしたよね。キムミンジェ、縦にボールを送ります。チャンスでしたが取られてしまいました。小沢、後半の22分を回りました。吉村、愛媛、貴重な勝ち点3を手にするのか。失点は許されない時間帯です。スルーじゃなかったですかね。これは繋がりませんでした。さあカウンターのチャンスになります。すごいですね。素早いアプローチです。ここで打つ、いやダメでした。このボールはクリアです。つながりません。よく追いましたね。奪いましたよ。
チェンジがどうやらあるようです。さあ三戸、同時に2人の選手が入れ替わります。この2人の交代というのは、うん、あの1人では大きくでも変えられない。そうなんですか。主体からとしてこの2人を変えてくるという流れですね。どのようなボールを選択してくるのでしょうか。誰に当ててくるのか。決めればクリアします。スローインです。受けます。カンタ選手来ました。どうだ、シュート、おゴール決まった。決まりました、カンタ選手、素晴らしい。決定的なゴールになるのか、うん、顔はあんまり似てないですかね。いやー、間抜かれましたね。素晴らしい。いやー、キーパーからしてみれば非常に嫌なシュートですからね。ああいったところを切り返してのシュート、大きな武器ですよね。今シーズン初ゴール、いやいいシュートですね。ちなみに顔が似てるのはリンドウ選手と吉村選手ぐらいですかね。非常に大きな得点ですね。あとはちょっとなんか微妙な感じで、ね、川原選手なんかは攻撃のエンジンをさらに回転する、見せようと思えば見せれるんじゃないかなと思うんですけどね。坊主頭が似てるだけで。さあどこへ出すのか、あんまり似てないですね。1枚2枚、これは取られてしまいます。あ、その川原選手を見せるのか。あ、これは奪われます。さあこれ行きますよ。右サイドへ振って通りますか。これ危ないですね。チャンスですね。上げる、おクリア。鈴木のシュート、ゴール。後半終了間際、ちょっとクリアミスっていうか鈴木孝之選手がこんなところにいました。打つなら、いや入るならここというギリギリのところを決めてきます。大きくクリアすべきでしたね。ちょっと失敗です。今シーズン初ゴール、うん、鈴木孝之選手水戸にいたんですね。さあ水戸もう1点いけるか。うん、あと1点ですからね。ここからは全員でいくしかないですね。感心している場合ではないですね。ちょっと、あ、よく戻ってきましたね。パスは通りません。原川ボールを取ります。馬場ボールを奪います。川原、さあどう攻めるか。当たればチャンスですが、うまく噛み合いませんでした。うん、このパスはキーパーへ。いいインターセプトですね。うん、いいコンビネーション。これ原川選手に対してシュート打てない。クリア、同じパターンでいってみましょうか。カンタ選手、あ、このチャンス奪われてしまいました。同じパターンはやっぱり通用しないんですね。上です。ということで、地元開幕戦はなんとか勝利することができました。さあ終わりました。点が入ることはもちろん、ポゼッションちょっとだけ勝ってますかね。局面がどんどん変わっていく。マンオブザマッチはなんと近藤寛太選手、そうですね、素晴らしい、素晴らしい試合でした。というわけで今日はなんとか勝つことができました。ありがとうございました。今日の解説は北澤剛さん、そして七海博さんでした。今日はお付き合いありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。 J リーグディビジョン2第2節、愛媛見事勝ち点3をものにしています。